おいすー、ノーキンハンクです。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は武器の比較動画です。めちゃくちゃ俺の苦手な分野なんですけど、視聴者の方にですね、今着てます杖の、性能、それと今までの杖どっちが強いのかっていうね、実験をしてほしいっていうねコメントをいただきましたんで、やっていきたいと思います。今着てるね杖、名前なんだったっけな、このサイレスパ、サイプレ、サイプス、サイプ、サ、あ、今回比較する武器なんですけど、このパイルプラス5とプラチナロッドのプラス5、どっちが強いのか検証しましょう。まず、魔力はそんなに変わらないんですけども、こちらのパイルには魔法攻撃耐性貫通率アップ20っていうものがついてるんですけど、これ何なんだっていう方結構いると思います。それと魔法攻撃アップ15。これどっちの方が強いのかっていう話なんですけど、これね、結論から言うと相手の体勢によって全然変わってきます。今回ね、それをお見せしたいと思います。今回せっかくヘレナが当たったんで使いたいのは山々なんですけども、ヘレナのマスターアビリティについてるんですよね、魔法攻撃耐性貫通率アップが。これついてるとちょっとややこしいので、今回はユーナに杖を持たして実験したいと思います。今回の実験台になるキャラが、一人目が囁きですね。皆さんご存知の通り、魔法耐性はめちゃくちゃ高いです。今の状態で 42% ありますね。そしてもう一人、リオニス・オーモントですね。こちらは耐性ゼロですね。はい、この二人にプラチナロッドとパイル、これをつけて魔法を打ち込んで、どれだけのダメージの変化があるかっていうのをお見せしたいと思います。そして動画の最後に、めちゃくちゃ面白い実験もやってみたいと思いますんで、よければ最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。レディゴー。はい、じゃあ早速やっていきましょう。まずはユーナにプラチナロッドを持たせて、ささやきとオーモントに連続ホーリーを打ち込んでいきたいと思います。まずささやきの方から、はい、2822です。オーモントが2984です。これ画面のどっかにね、世界一わかりやすい表を出しておきますんでね。はい、じゃあ次にですね、パイルを装備してダメージ比較していきましょう。はい、次にパイルを使って先ほどのプラチナロッドとのダメージの差を見ていきたいと思います。先ほどと同じところから連続ホーリーを打っていきます。まずは囁きから。はい、3053のダメージになりました。先ほどは2822でしたので、こっちのパイルの方がしっかりダメージが出ております。なんでパイルの方がダメージ出てるかと言いますと、ささやきの魔法防御力がめちゃくちゃ高いので、それを貫通してるんですよね。さっきのプラチナロッドは、ロッド自体の魔力を高めてるだけですので、ささやきの魔法防御力はそのままなんですよね。その差が出ております。はい、次に、モントに連続ホーリー打っていきたいと思います。はい、2820のダメージが出ます。先ほどのプラチナロッドは2984のダメージが出ておりましたので、プラチナロッドの方がダメージが出るんですよね。これもなんでかっていうと、オーモントは魔法防御力がゼロなんですよね。このパイルは貫通率アップがついてますけども、貫通するものが何もないんですよね。ですので、プラチナロッドのただ単純に威力が上がってるやつの方がダメージが出てるっていう感じですね。この差があります。ちなみにこれおまけなんですけども、ユーナの連続ホーリーが光属性ということですんで、このプルナスラーミナ、これもね、一応比較していきたいと思います。はい、では先ほどと同じところから連続ホーリー打っていきたいと思います。まずは囁きから。2977のダメージが出ております。これはパイルよりダメージが出てなくて、プラチナロッドよりダメージが出ております。そしてオーモントは3170のダメージですね。これはプラチナロッドとパイルよりダメージが出ております。はい、ということでこんな感じの結果になりました。まず囁きは魔法防御力が非常に高いので、貫通率のついてるパイル、これが一番ダメージ出ることが分かりました。そのプルナスに光属性のダメージアップもついてるんですけども、やはり相手の魔法防御力を下げるパイル、これが一番強いってことが分かりました。そしてオーモントはただ単純に
その杖の火力が高いやつ、それがプルナスなんですけども、光属性のアビリティ攻撃アップがついて、魔法攻撃アップがついておりますんで、ただ単純に強い杖で魔法を打つのがしっかりダメージを通せるということですね。はい、最後にですね、ちょっと試したかったことがあって、それが囁きの魔法耐性を無効にした状態で魔法貫通をするとダメージが入るのかっていうのを見ていきたいと思います。現在囁きの魔法耐性が 87% なんですけど、ここにマジックレジストをかけて無効にします。まずはですね、プラチナロッドで様子を見てみましょう。今囁きにマジックレジストをかけております。耐性が無効となっております。この状態でプラチナロッドを装備したユーナで連続ホーリーを打っていくとこんな感じになります。ダメージは1ですね。全くダメージが入らなくなります。これをパイルに変えるとどうなるのかっていうのを見ましょう。はい、ユーナの武器をパイルに変えてきました。ささやきはマジックレジストをした後ですので、魔法は無効となっております。この状態で先ほどと同じ連続ホーリーをささやきに打つと、はい、どうですか。魔法無効なんですけども貫通してます。141しか入らないんですけども、無効の状態からこれだけのダメージが通っております。はい、これでね、魔法貫通っていう意味がなんとなく分かったんじゃないでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回世界一分かりやすい魔法耐性貫通の話できたんじゃないでしょうか。いかにやばいかが分かりましたよね。今回のヘレナのマスターアビリティにも耐性貫通が20ついてるんですよ。そして今回の新しいパイルにも20ついてて、それを装備したヘレナが魔法を打つと、相手がどれだけ魔法耐性を上げててもほぼ無意味ということですね。今ギルドバトルでも魔法耐性しっかりしてる人いっぱいいるんですけど、これはねやばいと思います。ほぼ無意味、無効化される感じですね。ですので今回の武器、皆さんいろいろ忙しいと思うんですけども、とりあえずプラス5にできるぐらいのレシピは集めといた方がいいと思います。2月の8日からレイドバトルが始まるんですけども、これについてちょっと突っ込みたいところがあって、今回のレイドボスウルフラマイターは属性が光で弱点が魔法なんですよね。闇の魔法が一番効きます。まあボーナス大のヘレナ、これがぶっ刺さりますよね。そしてレアレイドボスのチョコプリンが属性が水で弱点が射撃、雷の射撃、それはフェデリカ、ここまではいいですよ。ボーナス中になるとアヤカ、マシュリ、小になるとラマダ、つぶやき、ミーチェ。蹴られるぞこれマルチで入ってきたら蹴られるぞこれ。行動回数が決まってるのに回復薬入ってきたらうんってなりません？ワンチャンね、回復アビリティオフにしとけばホーリーぐらいは打ってくれると思いますけども、なんでこの辺に闇の斬撃キャラとか、まあ、ガーブルとかね、その辺を入れてこなかったんかなって疑問ですね。その辺さえ入ってきたらもうちょっとね、こうストレスなく回れるんじゃなかったのかなと思いますけども、今回ねあまりにも範囲が狭すぎますよね。ここをねなんとかしてほしいなと思います。あまりにも適当すぎる。まあ運営の愚痴を一回も言ったことない俺なんですけども、今回のボーナスユニットはダメダメですよ。まずヘレナの育成がそんなに早くみんなできるわけがない。中ぐらいにガーブルを入れておいたら、レイドバトル中にヘレナの育成も同時にやっていって、ヘレナがある程度戦えるようになったら切り替えるっていうことができるんですけども、中とか小のキャラがあまりにも使いにくすぎて大変なことになると思いますよ。ここマジでなんとかしてほしい。ヒロノ先生が無理ならおい藤田なんとかしろよ。はい、という感じで今回の動画を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。